はい、さっきできたラインを投げてます。ちょっと追い風だけど、別に良くないね。とりあえず後ろからの追い風状態、今は。じゃあそろそろ白状してもらいましょうか。さっき何したんですか。いやね、ちょっとね、間がね、一本抜けてたんですよ。そんなくい、まっつぶせやのスネフィールが。しばらく待たされた時間が多かったんで、やめたんだね。どうするか。あ、今のは良かった。今のは良かった。あ、これ、バッチリ出てたんだ。よかったな、気がついて。さあさあ、自分のミスをなんだか俺のせいにされてますけど。4番目のガイドかな。そのガイドに通ってなかった。そう、トスなの4番ガイド。なんか俺もそんなことがは一回もやったことがないから。さあ、じゃあちょっと俺も同じラインでキャスティングをしてみましょう。まさかまさかだったよな。いがった気がついて。いがったじゃないよ。本当にもう。ラインセッティングを取って。よー、そんなこのさ。違うね。あのね、ランニングラインの走りがものすごく違うね。うん、それは体感した。うん、全然だって後ろのデータってなんかできなかったんだよな、俺の場合。なんだ、乗んなかったんだ。あー、でも、あ、出てるな。で、ライン出てる。出てる。出てるよ。だって俺が振れんだ。まあまあ、それも基準だね。うん。弾く。後ろにちゃんとガッて、うん、弾いちゃって先に言われた。そうだ、違う、振り方を見るとさ、後ろに強い子パッてやってから後ろに、うん、風に負けないよ。ただ、その代わり、前に思いっきり前に投げるとき少し上気味に、うん、投げてあげたりすると風に乗ってバーっていく。うん、なるほど、なるほど。キャスティング動画とかでもちろん見る機会あるじゃない、うん、結構一生懸命上に投げてる人って多いんだよね。うんうん、風の時の追い風な。あ、追い風じゃなくても、あーあーあああ、ちょっと真似すると例えばこうやって、まあ、ジャンプロールするわね。うん、あ、ちょっと、あ、来るんだ。こうやってやると思うんだよ。あー、まあ確かにハイラインでは飛ぶんだけど。いたいた。
ないもん。いるよ、いる。案外と、俺は案外良さげに見えるんだけど、キャスティング。俺がなんでこういう上に持ち上げるキャスティングをしないかって言ってさ、うん、結構速いんで飛ぶね。俺もあんまりやんねんだけど。うん、案外それ、ね、案外と綺麗に飛ばしてる人多いよ。うん。このキャスティングって引き上げると風に流されてる。うん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 。何よりもね、こっちに投げたいの。そうだよな。今真似してキャスティングしてビビった。ハイラインで飛ぶね。飛ぶよ。ほんで、あげて綺麗なんだよ。そろそろキャスト止めてっと。ああ、ちょっとびっくりした。綺麗だよ。何だめな。真似してみたの。うん。だから、そういうキャスティングは投げられないよっていう。うん、飛ばされるよな。こっちに投げられる。うん、上だっけ。バッチリ出ちゃったやない。いかったね。いかったねじゃないよ。俺が一生懸命やったのに。なんだこれはと思った。もっと。いかったよな、あれと思ってさ。あれ見なかったらえらいことになってたよ。いや、俺もあれ、ここまでラインセッティング出ねえかなってね。まあ。これもう釣り機に入ってたけどダメなんだよな。こっちに投げたいの。そうだよな。この数でもな、ちょっと。ただハイポジションで止めんのいいね。いいよ。止めんの。やった方がいいよこれ。うん、やるよ。かっこいいもんだったあれ。これあんまり趣味じゃないけど。うん。あ、でもこれ結構いいわ。ハイポジションで止める。うん。案外伸びてこんでもでない。うん、ほら、こういう時は追い風、これ追い風キャストだよな。追い風に持ってこいだよな。あ、俺結構追い風の時は、これから意識してやってもいいね。そう。つか、この角度映ってる。映ってる。あー、すごいね。うん。よくあれだめな、あそこの、福島の、ユダさんが打つため。あ、追い風の時は、リール浮いて止めんだよ、だってロッド浮いて止めんだよ、って。いや、出る人に。トーンって投げれば飛んじゃうからって言ってたんだよ。ああ、なるほどね。そう、うん。ああ、これはありだわ。うん、で、楽だよな。楽だね。うん。ただ、ちょっと風に立ち向かうってのには全く通用しないけど。そのくらいでは行くんだもんな。ちょっと風弱まったか。あ、風弱まった。弱まったな。そうだよ。よし、今からフィッシング対応だな。そうなってくるね。ああ、なるほど。ほら、この木の風や最高だもんね。で、結果的にいろいろ一悶着があったんですけど、ラインセッティング、一発で出ました。トータルの重量がさっきはもう測ってはあるんだけど、やっぱ 28.3 だね。 28.3g、 28.3g の長さを測りましょう。長さ GoPro はこんな感じで映ります。すごいよね。
はい。どうだ一面だ。はい。一、二、三、四、五、六、七、八、九。10.2 だね。トータル 10.2 メーターの 28.3 グラムだね。いいラインになりましたよ。まあ、これを一発のセッティングで出しちゃう人ってなかなかすごいよね。俺だよ。10.2 メーターの 28.3 グラム、 28.3 グラムのライン、これはトリプルデンシティよりもベリーの部分が少しほんの少し細い、トリプルデンシティよりこのベリーの部分がほんの少し細いから、D の乗りが少しトリプルデンシティよりは軽い。だからトリプルデンシティはちょっとほぼスカジットに近いというか、かなりこのベリーの部分がめちゃくちゃ太いん で、あとシンクレートの問題で、シンクレートはまあインターぐらいが一番キャスティング的には投げやすい。でフローティングっていうのはやっぱり太くて、まあ、水に水面に浮かなくちゃいけない特性上、風を切る力っていうのは少し弱いんでね。だけどインターから先っていうのは沈んでいく上、やっぱり比重がね重いから、フローティングよりも。だからその分やっぱり D の乗りも良くなるんだよね。でこれは俺が結構少し前から言ってるフローティングベリー状態っていう、まあフローティングベリーの、まあ今俺が引っ張りで使う分には理想のライン状態になってる。でまあこのクリアインターに関しては説明はそんなにいらないと思う。あそう、リオ、あリオじゃない、このランニング、このクリアインターに関してエアフロのリッチテクノロジーっていうのがあるんだけど、これはちょっと調べてみると面白い。見てみるとわかるかな。あのね、筋が掘ってあるんだよね。ああ、それ筋か。そうそうそう。これはなんつうんだろうな。こうシャークスキンとかってシュル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 うるせえじゃん。あれじゃなくて、まあ要するに歯車状になってるんだよ、断面が。うん。ピタッと掴んでそこだけでシャッと取るときになってるんだ。あのね、ああちょっと絵が下手だけど、こういう状態になってる。こういう状態の断面、まあこんなにギザギザじゃないけど、極端に描くとこういう断面になってる。で、このラインを買ったのは初めてなんだけど、そこまでダラダラ伸びない、まあちょうどいい伸びぐらいで、これ以上話すと少し長くなっちゃうんだけど、ここのリオのフローティングっていうのはこのぐらい沈むんだよ、水面から。そうすると風に流されることがないんだよね。だからこういう、例えば横風に対してぐーっとラインがはらむことがない、このリオのフローティングは。だからそういったトータルの部分も含めて、このリオのフローティングをベリーにセットして、その先にこのエアフロの
クリアインターをつなぐっていうのは今現状において理想の一つだと俺は思うね。そういう状態をお父ちゃんを使ってます。何か一言。いいよ。もう疲れてるでしょ。もう抜いちゃう。もう抜かないのかな。で、まあこんな状態かな。これで20、まあとりあえず一発でラインセッティングが出せました。で、これについての素晴らしいことっていうのは、まあ NRX のラインセッティングの幅の広さ。例えばスコットの場合はちょっと一発で出そうと思うと少し難しい。うん。で、また俺は自分のセッティングの場合はちょっとギリギリで出すんで、そうなってくるとね、ちょっとなんつうんだろうな、セッティングに時間をかけることが、だいたい必ず1回2回切ってセッティングを出すような形に自分の場合は逆になっちゃう。安全牌というかね、ギリギリまで細くみたいなのをどうしても自分のラインセッティングだと考えちゃうから、そうなってくると少しよろしくない。手間が多分もう一手間ぐらい増える。でももうこのラインに関してはもうクリアインターと、この状態で完全に固定しちゃう。その状態で使った方が、ああこれ別になんか馴染んできたからもうこれいじんなくて大丈夫だな。これどこいじんの。まあ、ちょっとここのさ、つなぎ目の段差が少しだけあったの。だけどそれももう問題ないね。なんか使ってたら馴染んできた。今この状態までなってるから。で、まあこれ以上使ってみて、俺的にこの段差が気になるようだったら、まあまた後で補修してっていう感じかな。でもまあないね。とりあえずラインセッティング一発で取れたぜ。イエイイエイ。この動画さ、編集してもどんぐらいなんだろうね。ちょっと相当長いよね。まああとはほらバシッと釣ってもらって、寒いね。寒いよ。やっぱり太陽が沈むともう寒いね。あ、そのキャストだともしかするともう一回毛針当たるからシュート、もっと離した方がいい。それならオッケ。あの先の部分の波立ちがちょっと変わってる部分、あれ何なんだろうね。
波立ちが変わってるとこあるじゃん。真ん中になんで。うん。ちょっと難しいと思うけど。なんかこのまま下がってってもちょっとポイント良くなさそうな気がするけど。あ、そうなんだ。このあそこでやったの風吹いやったやつ。あ、そうなんだ。じゃあちょっと少し上の方行こう。うん、ダメだな。一回ちゃんと向こう側に必ず打ち返さないと。でもなんか夕日と合わさってすごい景色というか、夕日と合わさってキャスティングの雰囲気はすげえ良かったよ。雰囲気はすごくいいね。あとは釣るだけ。一回必ず打ち返すんだって。そうなるから。まあまあ。キャスティングだん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 近づくんだけどな。だから打ち返しとかをサボるからアンカーが抜けないんだよ。ただ打ち返しだけじゃないんだな。毛針を出しとこんだな。そうそう。うん、それは合ってる。なるほど。ここで抜いて。それなら大丈夫じゃない？
で今ウェディングしてるからね余計なんだよ。うんうん、うん、いやでもこれめちゃめちゃ景色いいよ。うん、すごいいいね。ああまあまあ上等だよね。うん、欲を言えばもう一回折りたたみを減らしたいけどなかなかそこは難しいね。交互に折りたたむってことは遠からビューを作りに入ったら君がよくいいことできるんだな。うん、いやしかしいい景色。いろんな魚いるだろうからね。よくないね、あんまり。あんまりよくないね。未熟ですね。でもそのセッティングはあの下手な人じゃ全然触れないから。ちょうどいいわ。俺が投げるのにベストなセッティングはちょっと軽いんだよ。あのね、最後のシュートの時にアンカーが引っかかりすぎなんだよ今の状態っていうのは。うん、早く動かしてもダメだよ。一回やってみようか、ちょっと見本。入ってんのこれ、ゴープロ。あ、入ってる入ってる入ってる？入ってるな。バチ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 弾いてるから大丈夫、曲がるし。曲がった。こういうキャスティングしてるとまた竿折るよ。一番元が折れる。うん、ついちゃう。ここでやってるでしょ。うん、うん。じゃなくて、前に置く。うん。で、前に置く。前に置いて、あっちに引っかかって。前に置いて、こっから持ってって、はい。ほら、あとね、
アンカーが全然抜けないようだったら無理にウェディングしない方がいい。どうですか？どうですか？そうだよ。うん、さっきよりはマシになってきたね。うん、もっと遠くだね。いやー、しかし日が落ちると寒いね。うん。今のその抜いてるの？いや、違うね。うん、いいね。今のは良かったよ。今のは良かった。うん。やっぱりみんななんだよ、ピラって体使っちゃって。ああ、確かに、あの体の軸は使ってないね、今まで全然。あの少しひねり意識してもいいと思うな。ああ、ひねりな。うん。あ、いいね、いいね。あ、フォームは今のが一番良かった。うん。そのぐらい体動かしていいよね。うん。ダメだね。ね、難しいね。一つのことができると一つのことができなくなるしね。ダメだね。その前のやつだよな。俺がいいって言ったのが一番、フォームは良かったけど、その他がダメだったね。いいんだよ、それで。今のでよかったんだよ。今のでよかったの。あんな遠くていいんだな。あんなに遠くていいの。半歩、半周遠くな感じだな。うん。置きに行くって言われる。うん。今のベストだったね。投げられたら。うん、まあまあ。あ、でも今のまあまあ、まあまあ、悪くない。ターンもまあ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 、よくはないけどね。いやー、カメラマンは動いてないと寒いよ。
NRX 使いが 30m で苦戦しちゃダメだよ。NRX 使いが 30m で苦戦しちゃダメだよ。今手滑んなかった？ちょっと滑った。ああ。うん、あのぐらい、あれよりももっと遠くてもいいぐらい。うん、でも今のぐらいが多分一番ちょうどいいんじゃないかな。はい、はい、遠くなったこと実はこんなに遠い。答えはリールが教えてくれますね。今アンダーバックなどもなんだよ。あ、でもそういうキャスティングで大丈夫だよ NRX は。うん、今ちょっと絡んだよ、ほどけたけど。うん、うん、もっと話せばいいの。カンツリの外に出たら出たで意外と難しいでしょ。うん、でも結構さ、こうやって後ろでチャチャ入れられんのはなかなか集中しづらいでしょ。うん、ただ一人じゃ見っきらんないことって結構あるから。うん、理論もないしね。うん、今日は多分釣れないな。釣れねえよ。うん、あれ釣んの1年かかって1年かかってもらって困るな俺が。いや、しぶれだったいいよ、いいよ、いいね。だん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 つかめるでしょ。うん、今のはね、まあまあ良かった方。うん、今のは60点ぐらい。厳しいよ。おお、良くなってきたんじゃない？だんだん。アンカーの位置が覚えたからだよ。あ、じゃあ何？アンカーの位置をどうしたか教えてくれる？アンカーの位置を。うん。顔太ったんだよ。今でほら、結構あるもんね。シューティング系のストローは手前の嘘だよ、アンカー。うん。あれがやっぱり頭だったかな。なんか最近カメラ近づけるとちょっと緊張する？しにくをやってながらも。わかるもんな、この。あれ置いとく。ちょっとあれが見づらいね。うん、見づらいね。ダメだね。お。惜しかったね。でもこの深さまでウィーディングしてそれなりに投げるっていうのはあんまり簡単ではないからね。
膝ぐらいなら多分ポンポンだよ。ポンポンだよな。うん。うん、うん、あのね、いろいろあったよ。前が言ったクロスのバックが弱くなっちゃった。そうだね、あのね、細かい説明っていうのはちょっと難しいんだけど、力を入れて速く動かせばアンカーが抜けるような気がするのは大間違いだからね。うん、力を入れて抜こうと思えば思うほど引っかかるのがアンカーだから。まあ、それを利用する方法もあるんだけどね。自分はまあまあ、うん、まあまあ、55点55点だな。なんて言わない。うん、今の58点。ラインの置いてる状態は結構良かった。うん、結構良かった。あと全体的に力が抜けてきた。うん。いい感じで体が動いてるね。音はあと残り10分ね。残り10分。あと残り10分で、ほら、いつも少し当たりがあるっぽいところまで下りましょう。それで終わり。ダメだね。
の、いいね、釣れそう。それ75点。じゃ今の音では88点ぐらい、うん、今のすごい良かった、うん、もうバックキャストする前に乗ってたでしょ、うん、すごく良かった今の。素晴らしい。ただリールにライン戻されちゃったね。ラインスピードが乗りすぎて。うん。でももっと出るんだよ。うん。でも今はそれ以上出さない方がいいもん今日は。良かったね。うん。うん、そうだね。寒いね。この辺なんかあるのかな。なんか障害物かなんかあるのかもしれない。もう一回同じとこ投げてみ。いくらなんでも毎回こんなところで当たりがありすぎだな。だいたい当たりがあるとか寝かかるのってそこら辺な感じだよね、いつもね。うん。なんかゴミがなんかあんのかもしれないな。あ、そう。
くれそう。悪くはない、